エイルさん、こんばんは、初見です。今年6月に FF16 発売と同時期にディアボロ4発売になりますが、どちらが群馬が上がるそうという予想がありますか個人的には吉田 P 率いるチームに大成功してほしいですがディアボロも長いタイトルなので、海外人気高まりそうだと思っています。吉田さん死ぬんじゃねえかなっていうね。ど落合陽一か吉田直樹さんかっていう。t w i でたまたま書いたんですけど、FF14 っていう MO、MM、m の RPG をスペインで作ってる吉田直樹さんっていう人が、立場ーカホリックで、執行役員だから労働時間関係ないよねっていうので、 9時ぐらいまで働いて、そこからなんか食事会みたいなところに行って、で、11時ぐらいに会社に戻って、ちょっと仕事をして、その後ジムに行って、なんか3時4時にまた会社に戻ってくるみたいな、頭のおかしい生活をしてたりする、ね、のをなんかもう何年もやってる人で、あの、執行役員なんですよ、上場企業のなんですけど、ディレクター兼プロデューサー兼執行役員っていうので、プロデューサーって予算配分をする人なんですね。あの、こういうお金を使ってね、 で、こういうふうな人を雇ってね、でディレクターっていうのが、そのお金を使って、じゃあ、個々の,その社員とかにこういうふうに仕事してねとか、このプロジェクトはこういうふうにしようとか、じゃあ、ストーリーはこのストーリーで決めようっていう、現場の偉い人なんですよ。現場の偉い人と、金を配る人と、さらに会社の経営っていう執行役員っていうのを全部持ちなんですよ。っていうので、そのなんか新年会であのカラオケで歌、歌わされてるっていうので。 吉田さんが歌うたをせられてるのを見てかわいそうだなっていう意味で僕はツイッターで書いたんですけどでも吉田歌,歌うたの好きじゃん喜んでるじゃんっていうコメントがあったんですけど吉田さんって他のイベントでも歌歌ったりしてるんですよお客さんが来て歌ってるときはすごく楽しそうに歌うんですよでもその後に歌歌うのは本当にやりたくなかったっていう酒飲みながら僕は愚痴を聞いたことがある でその愚痴をあの部下もいる中で言ってて、あの部下の人が、吉田さん、すいません、これもでもユーザーが喜んでるんで、本当に申し訳ないのは分かってるんですけど、でもここの外すことではできなかったんですよっていうのを聞いて、吉田さんが愚痴を言ってるっていうのを見て、吉田さんも大変だなっていうのを、2回ぐらい見てるんですよ、1回しかないんですよ。 だから今回の新年会もまたやらされてるなっていうふうに思うんですけど、ただファンの人が、吉田はいつも楽しそうで歌いたくてやってるんだなって思うのも、それはそれで吉田さんは相変わらず上手いなとは思いました。っていう吉田さんが、FF14 でそれだけ忙しいのに、FF16 も手出したんですよ。だからその、FF シリーズっていろんな人が作ってるんですよ。だから吉田さんは FF14 をやってるから、別に他のやんなくてもいいじゃんって僕は思うんですけど、なんか16も引き受けちゃったせいで。 割とかなり大変なことになってるっていう話をちらっと聞いたので、いや、本当、死なないでほしいなと思うんですけどね。ファイナルファンタジー14っていう、日本で割と売れてるオンラインゲームがあるんですけど、で、あれのプロデューサー兼ディレクターの吉田さんっていう人が、プライベートの時間も FF14 やってるんですよね。吉田さんが、吉田さんのチームの人に、自分たちの作って売ってるゲームは、自分たちでちゃんとやれよっていうのはスタッフに言ってるんですよ。 なので別にそのゲームしてるとき給料出ないんですけど、でも割とスタッフって FA14 自分たちでもやるようにしてるんですよね。別にそれ強制してるわけじゃないので、多分やんなくてもクビになるわけではないんですよ。ただでもそのお金を払ってプレイする人の気持ちがわからないやつに、ゲーム作れるかっていう。 至極まとともな話だと思うんですよねいやその自分たちがなぜ給料もらってるかっていうとお金を払ってるプレイヤーが世界中になんか70万人とかいるわけじゃないですか。でその人たちがなんで払いたいと思うかっていう気持ちが分かってその先のものを作って初めてまあずっとじゃあお金払い続けるよってなるのでなので自分でサービス使わねえやつがそのものを作れると思うなよっていう。法律上ただああの、まあそのまそ 勤務時間外もゲームしろよっていうのは言えないしゲームしないからクビっていうのは言えないんですけどただ僕は吉田さんんの言ってることとは正しいと思うんですよねなので何かそのサービスをやるときは自分の勤務時間外でもちゃんと自分のサービスについてどう思うかとかじゃあニコニコ動画を借りやってるんだとしたらそのニコニコ動画で金もらってますけどニコニコ動画使ったことありませんっていうやつだったらやっぱり仕事頼めないですよね。というのがあるので残業させるということ自体は全然ありだと思うのでただあの残業代はちゃんと払えよって思ってください。<laughs> えそのあのなんでその残業代払わなきゃいけないかっていうとそのなんか作業させてるんだから払えよっていうのもあるんですけどそもそも金を払わななないいででで仕仕事をさせるよような形で成立したた組みは長期的に持たないんですよね金払えないでも働きますっていう人が一定の割合いればなんとかなるんですけど基本的にはその優秀な人に大金払ってバンバン働かせた方が IT 企業って儲かるんですよ。 工場のライン工みたいな,そのなんか寿司の上にタンポポを載せる仕事とは違って300万円で働くエンジニアを10人雇うのと300万円で働くエンジニアを3人雇うのとじゃあ年収1,500万円のエンジニアだったら年収万円のエンジニア1人雇っった方が IT 系って儲かるんですよ何かの効率的なシステムを作ってでそれをずっと売り上げを上げ続けるっていうことが重要で手足をずっと動かしますっていう無能がいっぱいでもしょうがないんですよね。 なので、できるだけその有能な人がいたほうがいいので、なので、そのちゃんとその成果が上がることやったんだ対価を払うし、で、成果が上がるってことは、それは売り上げが上がるということなので、で売り上げが上がった以上は、それはちゃんとそのあのあ対価をその働いた人に払うべきだよねっていう。 のでうまくその車輪を回すべきなのでそうやって儲かっていくとじゃあ今度はその年収700万円の人雇えるしじゃあ今度は年収1000万円の人雇えるしっていうので優秀な人をどんどん雇えるようになるので結果として売上げも上がるっていう構造にすべきなので短期的にはその経営者って給料安い方が得だよねってなるんですけど長期的にはそのサービスの価値をどうやって高めるのかっていうと優秀な人をいっぱい入れた方が長期的には価値が上がるよねって至極当たり前の話なんですけど。 まあでもねこれがしごく当たり前の話じゃないから今日本の経済性あの経済成長率が低いって話でサービス残業させる会社の方が生き残るっていうのが日本のなんかあの今のところのパターンなのかなと思いますけども、はい、32歳年収280万ゲーム業界勤務ですこの業界は低賃金の上にさびざま当たり前さらに企画が23年で終わったら別のゲーム会社に転職するのが普通のようですはい今2社,2社目で転職活動も大変ですこの先ずっとこんな成果を続けるのは厳しいですがいい年なので他業界に行くのも厳しいです何かアドバイスを お願いしますパッケージゲーム系のところだと思うんですけどそしゃげ系でちゃんとあの職歴が上がってってその役職が上がると普通にあの年収1,000万円系いくのでパッケージ系のゲームって割とそののまああの大手上場企業のその机に r e e とかいれる別ですけど。 そう,そうじゃない場合って基本的にはその下請け屋さんになっちゃうのでまあ給料安いよねでもみんなゲーム好きだから安いまま働くからこのままになっちゃうよねっていう状態になるのでその下請けじゃないところにいかに行くかっていうところであの別に正社員じゃなくても契約社員でもいいので下請けじゃない元請けの会社に潜り込むっていうのを挑戦するといいんじゃないかなと思います。 もう10年は経つかなスクエア・エニックスの取締役で FF14 をやってる吉田さんっていう人が、まあ、FF14 のプロデューサー兼ディレクターなんですけどその吉田さんもともと契約社員だったんですよね。で契約社員で、まあ、そのスクエア・エニックスでいろいろやってるうちにその FF14 っていうあのソフトウェアが大ポカをしてでもそれを全部潰して新しいのにするっていうので誰かやるやついねえかっていう時に「じゃあ俺やるっす!」って言って手を挙げてみんなドン引きしたんですけど。 現実としててはそれがめちゃくちゃゃくくうまくいって今そのスクエア・エニックスの売上の3分の1は吉田さんの F14 が作ってるっていう状態なんですけどであの人トントン拍子にその、えー、と取締役とかになったんですけど確かね取締役になる直前ぐらいまで契約社員だったんですよね。っていう感じでその別に契約社員でもそれなりにちゃんとあの給料もらえるし評価されて出世するっていう会社もあるのでとりあえずアルバイトでも契約社員でもいいから元請けの会社に潜り込むが大事なんじゃないかなと思います。 ファイナルファンタジー14が中東に進出しようとした時の話っていうのをあの吉田さんがどっかで話してたんですけどあのプロデューサー兼ディレクターの。結局あの神様という概念をゲームの中で出してはいけないんですよ。 でも神様はあのアラーの神様しかいないわけだから FF14 って万神ってて神いう名前の神様が適して出てくるんですよ魔法が出てきたりとか明らかにそれキリスト教書みたいな感じの,あの宗教っぽい描写とかがあったりして肌の露出もアウトなんですよね女性の。うん でもあの、まあ、あ大抵のゲームって、その露出してる女性いるじゃないですか、肌を出してる。むしろ肌を出してる女性のいないゲームの方が少ないと思うんですけど、っていう感じで、その全部肌が隠れてるようにしなきゃいけませんとか、そのモンスターにはその神様とか悪魔とか全部いませんとか、要は神秘的な力っていうのはその、 何かの神様にお祈りしてあの起こせるとかではなくてあくまでそのアラーの力を借りた何かみたいにしなきゃいけないからゲームのストーリー設定自体変えなきゃいけないんですよ。だからすげえめんどくさいっていうのがあってなのでそのゲーム会社に対しての投資っていうのは中東は全然やってなかったんですよ。 っていうところで、今中国のテンセントっていう会社がめちゃくちゃゲームに投資してるんですよね。僕がそのやってるクラッシュロワイヤルだったりとか、あとあのエピックゲームス、あの、なんだっけ、結構有名なゲームであの対戦系で今アップルと揉めてる名前忘れました。 日本だとあのプラチナゲームスっていうあのアクションゲーム作ってるところとかも天線とか金出しててっていう感じで割と「リーグ・オブ・レジェンド」のところにも金出しててあそう「フォートナイト」のところにも金出してて荒野行動は中国の会社であとあれ「PNPG」だっけあの荒野行動がパクった元のやつ「PUBG」だ。 あそこもう天聖とか金出してるんですね。っていう感じであの割と流行ってそうなゲームっていうのは今中国がめちゃくちゃ金出してるっていうのがあってうまくいきそうな IT は中東が金出して余ったゲームのところは中国を金を出すっていう状態になってるのでまあなかなか厳しいですよね経済って話でした。ひろゆきさん多くの資産をお持ちだと思いますが年を取って死ぬ時に資産は使い切りますかそれとも誰かにあげたり寄付したりするんでしょうか やっっててたんんでですすけどエリクサーってアイテムがあるんですよヒットポイントのマジックポイントが完全に回復するっていうあの序盤から手に入るんですけどそのゲームの中で手に入る回数ってまあ、決まってるんですよね3個ぐらいしか手に入んないみたいな本当に困った時に使おうと思ってエリクサーを持ち続けて最終的にラスボスの時も使わなくて最後まで持ったままクリアしちゃうタイプです いいいい最後まで取っってちゃううタイプっていうなので僕多分あの論理的には資産は使い切った方が得だと思うので死ぬ前に使った方がいいと思いますよって言うんですけど自分がいつ死ぬか分かんないので多分僕は資産を抱えたまま死にます。なのであの僕が死んだ後うちの彼女というか奥さんというかサイ君が合流するんじゃないでしょうか。